もしああいった機材で政府かどこかがお金を出しているんだとしたらもうそれやめましょう、えー、昨日も撮影しました、えー、あれ持ってみたらわかると思いますけど重たいんですよでガソリンをいちいち消費しているか意味がないハサミノコギり使用したらいいハサミで切ったらいい、えー、意図的な挑活行為で行っているんちゃうかなあのところカットするもないわ で、それでスポーツの試合の勝ち負けを行ってるんじゃないから、ぶちらかと言ったら足りまとい。だって違法行為してるんだあいつらの方が。ここの国に住んでる人間が、自分の立場分かってないみたいな、本当に。ここや、ここはあのー、電動で動く、のこぎり、全部回収したらええねん、この辺。 この辺の、どうせこの辺り一体が完全に警察官とかによってめちゃくちゃにされてるんだから、エロ業界とかそういったところ、取り締まりしないで。もう癒着してるんだから、医療業界と組んで。三田市長が降、えー、ろされていたけども、選挙で、三田市の三田市長が精神病院をから淡いケースを出さなかったから、たぶんね、それが原因。であと三田市長は えー、そいつらは票集めのために一軒家に400万円の補助金をつけていた神戸市ではそのような補助金は見たことないなかったと思う <laughs> もともと三田市に仕事なんかほとんどない人口まで偽ってインターネットとかで記載していた可能性がある淡いケースが少し前に見た 数年前に見たインターネットの情報では、えー、1970年代が7万人、えー、その後、えー、こう近年で14万人に達していると、そういうふうな話になっていましたけども、えー、最近のインターネットのサンダ氏の、えー、提供している情報では、10万人人口、大体それぐらい、11万人以い内いということになってますね。政府は意図的に嘘をついているのか、インターネットの情報が嘘を言っていたのか、 政府が嘘を使っている以上、どちらを信用したらいいんです。地方交付税法とか、ああいう表知してますよ、計算表。人口をごまかしてお金流し込みました。もうこういう話になります。で、大したこともないのに、えぇ、ー、叱りに行った、目上である淡井圭介が、春山清骨に叱りに行った被害者である淡井圭介が、 えー、10年間にわたって、春山整骨院関係者の人間で絡んできた人間の数は万を超えている。で、回数。えー、そこへ叱りに行ってなぜ悪い正当防衛という法律が抜けてる。警察官が、しかもその一場面一場面の一つの切り抜けを行っている。最初普通に言ったから。そしたらとぼけ始めた。春山整骨院で働いていた人間が。そいつは芸人だった。テレビに出てる。いらん人間ばかりや。 いらん人間しかいらん仕事しない。採算合うのは野球ぐらいや。後のスポーツで採算合うところながない。スポンサーの話持ち出してきたらもこうこっち側も YouTube でアップロードして他の話聞いたらわかる。スポンサー料金といって一般人を人材派遣会社とかに変えてピンハネしていてお金を作り出してそこまでしてプロとしてゴルフしたいかっていうことになる。今日記載してる内容を見たらわかる。 で、裁判官の悪いところも指摘してると。法律名ぐらい書いと。国家賠償法とか。その他の法律名も書いと。そしたら今度第何条の何,何をどうこうってそういうふうなことを求めてきよう。書いと。民法。民法って書いたら民法や。永久的に、その人の利益、放棄するような権利はないということになってる。 利益を放棄しななくてて良いいととうことになってる昔から公務員の方が悪いからや。大学行って勉強したんだったら、司法修正,修正制になったんだったら、裁判官になったんだったら、最終的に裁判官の判断で元々決まるんだが、裁判官が努力して法律名とか、しっかりと自分で公開しなさいよ。それができないんだったら裁判官の資格ない。今までのお金返納しなさい。